にちは、石崎です。本日は FA 選手についてお話ししたいなと思います。大変お待たせいたしました。2021年 FA 移籍は又吉選手のみ。コロナ禍ということなどもあり、かつてより FA 移籍が減っている印象もある NBB。 ただ今年は多く注目されている選手たちが FA 権を獲得しました。今回は FA 権獲得、また複数年契約を締結していない選手、その中で動向が注目されそうな選手についてお話ししたいなと思います。まず西武、森友哉選手。高卒1年目から41試合で2割7分5厘、6本、15打点、OPS9 割4分5厘という圧倒的なスタッツを残した怪物。当初は守備不安が言われ、外野や DH 起用も辻監督体制になってからキャッチャーとして起用されました。当時はリード面や送球、パスボール等、守備でかなり課題を残していたものの、2018年には捕手として優勝を引っ張り、2019年には捕手として出場しながら135試合で3割2分9厘、23本、34二塁打、105打点、OPS9 割5分9厘、得点圏4割1分1厘と、ずば抜けた成績で優勝を引っ張り、MVP を獲得しました。ただ2020年には2割5分1厘と不振、守備でもかなり課題は見えましたが、21年には3割9厘11本と復活。しかし今年は再び不振。当初にマスクを投げ骨折ということもありましたが、復帰してからずっと1割5分近辺が続きました。ただ7月6月末から状態を上げ3番に戻り、まずまずで現在は2割5分です。盗塁阻止率3割3分3厘と上位、さらに離脱期間もありますが、21年は63だったチーム暴投数も29まで減らすことができ、パスボールも1なんです。失策は5ありますが、リードも非常に丁寧で、今季の投手力アップに大きく貢献してくれています。まあ、ようやく彼のリード通りに投げられる投手が増えてきたところもあるのかなと思います。キャッチャーとしての守備力がついてきて一本立ちしてきた中で今季 FA、 まあ正直上げてきたとはいえ、打撃は彼としては物足りないシーズンでしょうが、本当に欲しい球団は多々あると思いますし、阪神、楽天などキャッチャーの打力で苦しむチームは確実に欲しいのかなと思います。そして殿崎選手、日本を代表するユーティリティ、当時はショートとしても起用され攻守ともに苦しみましたが、2017年に2桁本塁打、そこから3年連続2桁本塁打、2018年は119試合で2割8分7厘18本67打点25盗塁 OPS8 割3分19年は143試合で2割7分4厘26本90打点22盗塁 OPS8 割4分6厘18年は終盤に怪我もありましたが、主に外野で打撃と足を見せ、下位打線で長打を見せることができました。そして2019年は浅村選手の移籍によって空いたセカンドとして高い守備力、そして30本近い長打を見せることができました。秋山選手の移籍もあり、彼が今後の西武を足と長打と守備で上位打線で引っ張ってくれる選手になっていくかなと思いましたが、20年は2割4分7厘8本、21年は2割2分5本、21年はデッドボールの長期離脱はありますが、22年含めて3年連続 OPS は7割を下回る6割5分近辺。今シーズンは2桁本塁打のパンチ力も、2桁本塁打自体が2019年以来ですので、計算することは難しいかなと思います。打率が2割5分を下回るシーズンが3年続いています。また21年からは盗塁も成功率が下がっており、足でかき回すことがなかなかできておりません。今1番として起用され、良さも見せていますが、打撃は18年、19年という数字ではなく、この3年間の続く成績で考えられるところかなと思います。ただ守備に関しては本当に素晴らしいものがあります。2019年のレンジランズ 5.7、 UZR6.9、 20年が 11.3 と 13.6、 21年が 5.9 と 8.1、 そして今シーズンはレンジランズ 13.3、 UZR15.5、 まあ、少しイージーミスもありますが、範囲や球際では本当に球界屈指と言える数字かなと思います。もちろん中村選手のパフォーマンスがやや下がっていることもありますが、もう本当に守備に関しては球界トップクラスと言えるのかなと思います。そしてオリックス、伏見選手。アキレス腱断裂という大怪我を乗り越えたキャッチャー、打撃が売りのキャッチャーでしたが、なかなかキャッチャーとして長期的に出場することはなく、代打として多く起用されてきました。
2018年には76試合で2割7分4厘、OPS 7割1厘と定評のあるバッティングを見せてきましたが、2019年にはアキレス腱断裂、キャッチャーとしての復帰は難しいと想定もされていましたが、2020年には71試合で2割5分9厘6本としっかり一軍戦力として戻ってきて、21年には91試合で2割1分6厘4本11二塁打22打点と圧倒的なプラスではないながら、若月選手との併用体制でキャッチャーとして多く起用され優勝に貢献してみせました。今季はコロナ離脱などにも悩まされながら59試合に出場。若月選手が打撃覚醒中ですので、やや起用が減りつつあり、頓宮選手がファーストとして長打を見せていることなどもあって、キャッチャー争いは激戦です。彼の存在は大きいんですが、 C ランクでもあり欲しい球団はあるのかなと思います。そして楽天、唐島選手。南東半の投手として多く経験をしてきている投手、100イニング超えが5シーズン、2014年には8勝13敗ながら154回防御率 3.79 と多く試合を作ってきました。ローテの5、6番手的な起用を続けてきて、100イニング近辺4点台というシーズンが続いた2017年から19年ですが、2019年には救援もこなしながら9勝を記録。ただ20年は中継ぎ転向で苦しくなり、後半は先発。そして21年は怪我のため全休。本来21年の FA も言われていた選手ですが、今シーズンとなりました。で、今季は当初2軍でしたが、涌井選手の怪我や滝中選手の不振などもあり、1軍で起用され、当初は谷間、そこで抜群の安定感を見せます。やや防御率は上がってしまいましたが、平均的に5イニングという起用で谷間的にも起用できる選手、 C ランクで保証もいらないというのはメリットの一つかなと思います。そしてロッテ、中村奨吾選手。通算814安打、4年連続全試合出場の正二塁手です。2018年には2割8分4厘8本32塁打57打点39盗塁 OPS 7割5分7厘で高い守備力を見せることができ、怪我をしないセカンドとしてパ・リーグを代表する選手の一人となりました。ただ2019年には17本ながら盗塁数が激減と2割3分2厘と低下してしまいました。ただレギュラー定着した2018年以降で OPS 7割を下回ったのはこの2019年だけ、そのシーズンも6割9分2厘です。2021年は2割8分3厘9本36二塁打67打点 OPS 7割9分7厘12盗塁と、打撃的にはキャリアハイでチームを引っ張る選手、チームの日本人野手で本塁打数は沖野選手の10本に次ぐ9本など、本当に攻守の要となってくれています。レンジランズ UZR では2018年から21年まで全てプラスも、今シーズンに関しては少し苦しさも見えてしまっています。まあこれは相対的な評価でもありますが、正直2021年までずっとフル出場してきた疲労というところもあるのかなと思います。 OPS7 割を常に計算といえど、やや打撃が確認気味の傾向があり、守備的には明らかに落ちてきていますが、ロッテとしては絶対に手放せないセカンドのコア、ただ需要は間違いなくあるかなと思います。そして田村選手、高卒3年目から1軍で100試合以上出場し、14年から19年まで100試合以上に出場、2015年以外は OPS 6割を超える数字、打率的に2割5分近辺、攻守のバランスが取れたキャッチャーとして正捕手的に起用されてきましたが、2020年以降はやや怪我の離脱が目立ったことなどもあり、試合数は減っていきました。実際今季も怪我が目立っていたこともありますが、2軍で29試合出場ながら1軍では2試合、現在はコロナということもありますが、松川選手、佐藤選手の1軍の積極起用で田村選手の起用は激減していると言えるのかなと思います。抑えキャッチャー的にも加藤選手に譲ってしまっていたり、離脱の多さで計算は難しいとはいえ、明らかに起用の減り方が異常でもあります。B ランクではありますが、守備でも本当に多く経験してきており、日本代表経験のあるキャッチャー、手を挙げれば引く手はあまたかなと思います。そして近藤選手、
通算打率3割超え、出塁率4割超えのヒットメーカー。もともとキャッチャーとしてプロ入り、サードも経験はありますが、現在はレフト、センター中心の外野手です。2015年に1軍で3割2ブロック林を記録すると、2017年には57試合ながら4割1分3厘をマーク。出塁率は5割6分7厘と圧巻も、怪我があり、規定打席に到達することはできませんでした。怪我に悩まされることもあった2017年から2020年までずっと3割キープ、2020年には3割4分を記録しました。チーム全体が長打に苦しんでいる近年、21年はチーム唯一の2桁本塁打、そして今年は離脱があったこともあって、やや試合数は少ないんですが、長打も打てて3割近い打率を残せるバッターです。2015年以降、OPS 8割を下回ったのは2016年だけなんです。高い出塁率に長打を打てるのが彼の武器ですが、少しずつホームランも出てきています。 FA 権を獲得、複数年契約が切れる2022年オフ、かつてはエスコンフィールドでプレーしたいという発言もありましたが、どう出るか本当に注目されている選手かなと思います。そして DeNA ミネイ選手、実はキャリアで100試合以上の出場経験はありませんが、今シーズン FA 権を獲得しました。戸柱選手との併用、また伊藤光選手の加入もあり、ずっと正捕手というわけではありません。2020年には41試合という少なさですが、3割2分7厘を記録したり、今季も OPS 5割8分8厘ながら5本塁打、打点29と要所のパンチ力、打点を稼ぐバッティングも見せてきました。今まで多く併用してきた DeNA のキャッチャーですが、今季は一時期ミネイ選手がずっとスタメンだったり、守備的な信頼もかなり勝ち取ってきているのかなと思います。今季は戸柱選手も伊藤選手もミネイ選手も要所で打撃で結果を残してきたこと、さらに投手によって使い分ける理想的な体制でもあるのかなと思います。一人でずっとプラスというわけではありませんが、現状この併用体制はある程度回っていると思いますし、 DeNA とすればかなり出してはいけない存在なんじゃないかなと思います。そして阪神岩崎選手、長くチームを支えてきているリリーは、2017年にリリーフ転向してから6シーズン連続40登板以上、2018年こそ61試合で 4.94 と不安定だったものの、コンスタントに1点台か2点台を記録してきました。2019年、20年は 1.01、1.82 とずば抜けた安定感でしたが、阪神リリーフが大変強力だったことで、抑えというよりはセットアッパーだったり、火消しや便利屋的に起用もされていました。ストレートで制圧するというタイプではありませんし、圧倒的な落ちる球があるというわけではありません。独特な軌道のストレート、チェンジアップやスライダーを駆使した上でストレートで三振を取る投手。昨年も当初は不調ながら日本代表に選出。その後調整し、セットアッパーとして定着し、62試合で防御率 2.65。そして今季は当初のリリーフ課題、抑えの不在もあり、抑えとしても起用、ただすでに5敗。防御率的には1点台ですし、ピンチで粘れてはいるんですが、被打率は大変高く、ピンチを招くことは多いんです。2017年以降の奪三振率が 11.05、10.16、9.73、8.36、7.96、7.16。本当に分かりやすく落ちてきている感じは否めませんが、今はケラー、湯浅選手、浜津選手に抑え、セットアップを譲りながら、阪神の中で欠かせないリリーバーとはなってくれています。そして岩貞選手、ドラフト1位で阪神に入団。当初は少し制球不安もあり苦しんでいた印象はありますが、2016年に25試合で 158.1 回、防御率 2.90、 10勝とローテーションに入り2桁勝利をマーク。ただその後は3シーズン負け越し、2020年には中継ぎとしても起用され、38試合で71回7勝3敗13ホールドポイント、防御率 3.30 と便利起用で結果を残してきました。2021年以降、長期的にはリリーフとして起用されることが想定されましたが、21年は不振。46試合に登板し、16ホールドポイント上げましたが、防御率は 4.66。後半には及川選手が起用され、彼の起用が増えたこと、そして火消し的な選手で苦しんだのは、やはり岩貞選手が少しパフォーマンスを落としてしまっていたことが響いたかなと思います。
チームの中心リリーフ。今季は左で渡辺裕太選手、岩崎選手の存在がいたとしても、やはり経験豊富でもある岩貞選手がいるといないとでは、リリーフの層かなり大きく変わってきます。まあ、彼がいることで、及川選手や桐敷選手も先発に回せます。そして今季はストレートが154キロなど、パワーアップ、そしてスライダーも非常に鋭く、左だけではなく、右にも1割7分6厘としっかりと抑え込むことができています。浜松選手や湯浅選手、そしてケラーらがえぐいことで話題になりますが、彼の復活も相当大きいのかなと思います。そして西川龍馬選手。天才的なバットコントロールにパワーを兼ね備えたバッターで、1年目から2割9分4厘と高打率を記録。17年には代打やサブで2割7分5厘、5本塁打。そして3年目には内野手として107試合で3割9厘6本、22二塁打。46打点、OPS8 割1分4厘としっかり打ち続け、3連覇に大きく貢献した一方、失策は17、捕球ミスなどイージーミスも目立ちました。その後外野手に転向。丸選手の移籍で打撃が苦しいチームの中、彼は高打率、長打を放ち、2019年には2割9分7厘16本、20年には離脱もありましたが3割4厘6本、21年には2割8分6厘12本、常に2割9分3割近辺の打率、そして10本近辺のホームランと OPS7 割から8割近辺記録できる外野手。積極的かつボールゾーンもヒットにしてしまうバッターがゆえに、圧倒的出塁というわけではないこと、そして怪我で離脱が目立つこと、やや打順の置き場に悩む選手ではありますが、彼がいなかった時期にまだ秋山選手もいませんでしたので、あまり上がってきていない菊池選手を3番に置かないといけませんでした。秋山選手が入ってマクブルームがしっかり結果を残していて、やはり優勝ということを考えても打撃陣がまとまってきたんですよね。西川選手に残留してもらえると、広島としては本当にある程度固めた戦いができるんじゃないかなと思っていますが、本当に彼は欲しいチーム多いんじゃないかなと思います。そして野間選手。今季野手キャプテンを務めている野間選手、かつては守備走塁起用で3連覇を支えてきましたが、2018年には丸選手の離脱の中で打撃でアピール。もともとの守備走塁はもちろんですが、積極的な打撃で126試合で2割8分6厘、5本塁打、14二塁打、7三塁打、46打点、17盗塁、OPS7 割3分6厘を記録しました。丸選手の移籍の中で彼が3番として定着するのでは、そんな期待もありました。ただ2019年には2割4分8厘、20年は守備走塁起用ともなってきていて、下の世代の左の外野手で宇草選手や大森選手らの存在、そして当然西川選手らの存在もあり、立場がやや苦しくなってきました。ただ21年にはサブ外野として2割7分2厘と高打率、存在感を示すと野手キャプテンに任命されました。そして今季は少しコンディション的なところや抹消もありましたが、1番としても多く出場。三振が目立つところはあり、本塁打はゼロではあるんですが、持ち味の強い打球を放つことができ、若手の不振の中で彼はアピールすることができています。現在はコロナ離脱もありましたが、今季間違いなく重要なピースになっていますし、欲しがるチームはあるかもしれません。そして中日、松葉選手。オリックスにドラフト1位指名され、2014年の2位進出の際には、113.2 イニング、8勝、防御率、2.77 を記録した左腕です。スピードで押していくタイプではなく、変化球、ストレートを低めに集め、テンポよく試合を作っていく投手です。少しオリックスでは2018年以降、2軍生活にもなっていて、2019年にトレードで中日入り。当初は2軍中心で、2軍でもなかなか結果とはいかなかったんですが、2020年にはバンテリンドーム中心に好投もあり3勝、そして2021年にはバンテリン、5、6回までだと非常に安定しており、6勝、防御率 3.20、 そして今季は当初バンテリン5回限定という起用で、中5日など間隔を詰めた起用もありましたが、今ではだんだんとイニングも伸ばしたり、普通に屋外球場でも投げてくれています。長いイニングといかなくても5、6回で大きく試合を壊さない投手として、ローテーションにしっかり入ってくれています。福谷選手や岡野選手、鈴木選手や岡田選手が一軍ローテーションに入れず、勝野選手が離脱している中で、松葉選手がローテーションに入ってきてくれているのは頼もしい限り。もちろん起用的にずっとローテーションかどうかは分かりませんが、便利にも起用できますし、普通に5、6番手として欲しいチームはあるかなと思いますが、中日としてはかなり必要な存在かなとも思います。そして高橋周平選手。
高校通算71本塁打、3球団競合で掴み取った大砲候補なんですが、2桁本塁打は2018年の11本のみです。高卒1年目から7本塁打と打者不利のウエスタンリーグで圧倒的なホームランを記録。鈴木誠也選手も1年目は2本塁打でしたので、規格外ぶりが伝わってくるかなと思います。その中で2013年には1軍で5本と成長街道まっしぐらだったんですが、怪我に悩んだりなかなか長期的に出場して長打量産とはなりませんでした。その中で少し時間がかかり、2018年に2割5分4厘、11本、26二塁打、69打点、OPS 7割4厘とブレイクすると、2019年にはサード転向、高い守備力、そして2割9分3厘、7本塁打、26二塁打と高打率をマークしました。2020年には3割5厘をマークしたり、ベストナインなどタイトルも取ってきましたが、2021年にはチームの推進の中で彼も打率を大きく落としてしまいました。2割5分9厘、5本、27二塁打という数字だけ見ればまだマシンに見えるかもしれませんが、併殺は最多の21、得点圏1割9分、打点を上げる主軸の役割を果たすことはできませんでした。そして今季も当初怪我で出遅れ、急ピッチで昇格も苦しい内容でした。その中でショートとしても起用されたり、積極的に起用されましたが、結果を残せず怪我で離脱してしまいました。現在は2軍で実戦復帰していますが、かなり打球は引っ張れるようになってきている感じはしますし、何より打球は上がってきました。角度がつくようになってもきていますので、少し復活の兆しは見えてきているかなと思います。正直今年の成績的にも苦しいですし、FA する可能性は高くはないかなと思いますが、手を挙げた場合、注目する可能性はあるのかなと思います。全体としてはこんなところ。最終得選手、そしてその他の候補選手で挙げるとこちらです。まあ正直目玉選手を挙げるだけでもこう20分ぐらい必要になってきますので、全選手を紹介することはできませんでした。まあ契約が切れる選手だったり最終得選手だと本当に多くの選手がいるんですよね。ただやはり目玉とも言われるのは森友哉選手、中村翔吾選手、殿崎選手、近藤健介選手、西川龍馬選手、田村選手らになってきます。特にキャッチャーや二塁手が多く、野手方のチームが補強するならば今年となってくるのかなと思います。近年は少しずつ FA が少なくなってきてはいますが、何度も申し上げている通り、どの球団も選手の流動性が上がってほしいところ、まあ、人的保障という存在で A ランク、B ランクの選手より C ランクの方が争奪戦になるっていうのがかなりいびつな状況ではあるんですが、今シーズンは去年までより選手が動くことが濃厚かなと思います。まあ、ただ一西武ファンとしては、殿崎選手、森選手には絶対に残ってほしい。特に森選手の流出はチームの順位に直結します。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。